ではこれでありがとうございます。友人祭2日目盛り上げていきましょう。今日の D ステージのスタートは DD 知得情報です。この時間の担当は、今日も魂込めてモロモロコールドラゴンズナビゲーターの長谷川拓海とアシスタントはチアドラゴンズ2016行きかけれなでお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。あれ何リッキーの、すごい私の誕生日入ってます。すごい、そんな意味がオリジナルで素晴らしい。ちょっと まずちょっと見せていただいていいですか皆さん。これは嬉しいよね。ありがとうございます。本当におお照れちゃってるね。昨日もでもバッチリ見えました。あ本当に、はい、すごいありがとうございます。ありがとうございます。さて DD 知得情報ですね。今日は何の話からしていこうかなと思ったんですけども、まずはね一応ね季節的に気になる、はい、ポケモン GO ってやってるの。あやってます。やってんだ。はい、昨日撮りました。あそう、はい、へえ。あれさおじさんよう分かってねえんだけどさ、はい、簡単に教えてもらっていいですか。まず、はい、ポケモンがもうほんとその辺にうろちょろしてるので、はい、モンスターボールでピュンってやったら捕まえれるんですけど。お簡単すぎてよく分かんないですもん、はい、ポケモンを集めてくんですかね。あどうでしょう、この中でもやってる方ってどれぐらいいらっしゃるんですか。あでもパラパラといらっしゃいますね。いわゆるそのゲットできたんですか。ゲットできました。あでもちょっとレベルは低いやつですかね。レベルが低い、なんかあんまりレアキャラクターみたいな、なんかニュースでピカチュウとか言ってるじゃないですか。はいはい、そういうのはまだ出会ってないです。あそういうもんなんだ。はい、よく見るポケモン。あそうなんですね。はい、まあゲットって言えばゲットで、僕もこれちょっと今日ゲットしてきたんだけど。あ夏の龍神祭のタオルですね。龍神祭バージョンのタオル、これいいでしょ。あの3回の裏終了時の、バズーカタイムの中身がこれですので、受け取られた方で、楽しみにしておいてくださいということで、はい、まあちょっと確率はね少ないかもしれませんけども、はい、そういったタオルもあるよっていう話です。さてさて、まあ、リッキーというと、はい、いつも僕がねあの髪型の話をね、はい、するんですけども、はい、今日は何ですか。何どうしたの。何何かあった。初の置いてけぼりですね。とうとう DD 知得情報。はい、すいませんお待たせしました。あそう、まあ、演出上の何かがあったんで、はい、なるほどね。はい、わかりました。じゃあ気にせず進めていきますよ。はい、なんだっけ、髪型。はい、うん、今日ノーマルじゃないですか。今日ノーマルです。なんでですか。今日は、まあ、昨日と一緒じゃない方がまた浴衣も着るので、はい、変わるかなと思いました。昨日はなんか随分編み込んでましたね。はい、あのスーパーフライみたいな感じのイメージで。 あれがいいよね、スーパーフライみたいな。いいですか。でも昨日、うん、ステージ上でなんか前の方がいいとか言いましたよね。なんか前普通の、あいいですか皆さん聞いていただいて、前この髪型をしたら長谷川さんになんかあの前髪あの編み込んでる上がってるやつの方がいいって言われたので、今日昨日は今日ステージあるしと思って前髪を編み込んだんですよ。したらまたなんか前の方がいいねって。ある意味僕のために変えてくれたわけですね。はい、そうなんですけど。あそっかそっか。でもそういうなんかツンデレ感が良かったりするわけですね。まあ、ね、悪くもないですね。そうですね。今日のタオルタイムもどんな合いの手が出るのかどうぞ楽しみにしていてください。さてさて、ではですね、まあ最近昨日のゲームとか振り返るの辛くなってきたんですけども、いいとこ、良かったとこ振り返っていこうじゃないかと。はい、伊藤純喜投手が一軍に上がってきてナイスピッチングでしたよね。はい、素晴らしいピッチングでした。でそんな伊藤純喜投手、はい、ある癖があるんだけども。癖ですか。気づいてます。わかんないです。これはどうでしょう、伊藤純喜投手を見続けてきた皆さんにとっては、まあ、ご存知かもしれないですけども、こう投げるじゃないですか、必ず帽子を直すのね。あーでも言われたら皆さん見てました。俺昔からすっげー気になってて、あちょっとサイズが大きいんかね、帽子のですか。必ず投げ終わったのこうやってやるんだよ。うん、やってました。そう、3年ぐらい前なんかホームラン打たれた時もこうやって振り返ってたから、ちょっと俺はこれいい癖じゃないのかなと思って気にしてたんだけども、でもやっぱそのなんだろう、カメラ目線とかそういうことを気にしてる、見てくれを気にしてるわけじゃもちろんないって昨日初めて分かった。どうしてもねあの癖は抜けないんだよ、きっと。癖なんですよね。そう、それはね昨日見てましたかね、セカンドゴロを打たれたシーン、うん、ちょっとライナー気味だったかな。投げ終わった後当然自分の横を通過する打球だから、はい、グラブでも追うんだけど、グラブ持ちながらこうやってさ、見てました。グラブも
これねちょっとね、今日もリリーフで投げるかもしれないんでね、はい、はい、ぜひ注目して見ていただきたいなと。見てみます。俺がやったらかっこ悪いけどさ、あの人は何でも絵になるよね。かっこいいですね。そんな伊藤純喜投手にも注目していただきたい。彼がセットアッパーでね定着してくれれば、その昔一番良かった頃の浅尾投手みたいにさ、毎日見られるイケメンって最高でしょ。ね、急に女性の方がうなずいてくれてね、そうですよね。そのあたりも楽しみにしていただきたいなと思う次第です、はい、さあそれではですね、今日のあれいきましょうか。はい、はい、先発投手教えてください。はい、スワローズは山中投手、ドラゴンズは吉見投手で午後3時プレイボールです。はい、なんとしてもねこの悪い流れを吉見投手に断ち切ってもらいましょう、はい、サンデーからサタデーに変わりましたけどね、ぜひドラゴンズファンの皆さん熱い応援をよろしくお願いします。お願いします。で今日はなんかスワローズファンの方もちらほらいらっしゃる中ですね、このお時間ではいつもやってるんですよね。はい、ご家庭でできる予告先発投手対策ということで、相手ピッチャーの名前にちなんだ、まあ、物を飲んだり食べたりするといういわゆるダジャレなんですけども、はい、ダジャレコーナーですね、はい、まあこれさっきピッチャー誰だっておっしゃいましたっけ。ピッチャーは山中投手です。はい、まあこれね前回もやったけども、ちゃんと俺は手抜きはしませんよということで今回もやりました。今日はイオンじゃないです、山中で買ったヤクルトです。どうでしょうスワローズファンの方、これを飲んでね攻略していこうってことですよ、もうまた店員さんにすげえ面倒くさい目で見られて、これあテープ貼ってください。山中のテープをこれもう存分に貼ってきた、これちょっと長いですもんね。だって山中で買ったって証にならないでしょ。そうなんですよ、開店がね10時だったんでね早々に行ってきました。さあでもこれは前回の対戦でも使ったことなんで、はい、一緒になっちゃいますもんね、うん、そう、それだけじゃ面白くないでしょ。アンダースローだから下に置いとこう、はい。アンダースローっていうのはね今日ね、はい、CBC ラジオさんでは解説が山田久志さんらしいですよ。そんな伝説のサブマリン300勝投手の前でアンダースローが投げるってすげえプレッシャーだと思わない。ちょっと攻略させていただきますね、すみませんね。でそろそろヤクルトの強打者たち、バッターも抑えなあかんだろうということで、はい、昨日からねバッター編もやってるわけです。俺の小遣いどんどんなくなっていくよ。バッター編ですか。バッター編です。大引き選手っておりますよね。大引き選手いい選手ですよね。ただね昨日 の中村雄平選手のことも言いましたけども、はい、やたらドラゴンズの時だけ打ち上がったマジで。去年も大野投手からホームラン打ったりさ、なんかやたら打つのよ。普段2割9分2厘、まあまあまずまずの数字ですわ。ただドラゴン戦になるとね3割6分4厘打つのよ。やめてよもう本当に。というわけで大引き選手を攻略しましょう。はい、大引き選手、はい、もう一瞬瞬殺です、瞬殺です。はい、いきますよ、せーの、はい、ワンカップ大引き、ありがとうございます。この乾いた笑いね、この時間定番でございますよ。ワンカップ大引き、これね日本酒僕飲めないけども。飲めないですか。そうです、飲めないもんばっかり最近買ってる。ありがとうございます。というわけで今日は攻略していきたいと思います。ドラゴンズファンの皆さん、ぜひ今日も熱い応援をしていただいて勝ちましょう。今日こそ勝ちましょう、よろしくお願いします。はい、勝ちましょう。さてではここから諸々の情報をお伝えしていきます。龍神祭ですね、明日ももちろん開催ということで浴衣でご来場いただければと思うのです。浴衣を着てお越しの方には先着2000名様にオリジナル巾着をプレゼントさせていただいています。そしてはい、また浴衣を着て名古屋ドームチケット売り場で内野 A 席または B 席の三塁側をお求めの方はなんと大人1000円子供500円オフになります。さらにドーム内の売店での購入特典、隣接する CBC グルメパークでも浴衣着用の方にはビール100円引きや一部の店舗では増量サービスがあります。はい、そして6ゲート付近のコンコースでは縁日開催しています。参加条件があります、ご注意ください。ドラゴンズワールドでもヘアアレンジ、ネイル、占いコーナーなどを開設しています。イベント盛りだくさんです。はい、今日こちらの D ステージと北側駐車場の2カ所にもステージが開設されていますが、北側駐車場では1時30分から2時の30分間ボーイズ&メンのスペシャルステージが開催されます。今日この後ボーイメンさんに移動しようとしている方どれぐらいいるんですか。まあ、手挙げにくいか。あ、いらっしゃる。あ、後ろの方に
あ、たくさんいらっしゃいますね、森田さん、お世話になってます、ありがとうございます。すごい人だったね、今日来る時、はい、人多かったですね。あれだけ浴衣女子がさ、めっちゃ並んでましたよ ね。そうですね、ぜひあちらのステージもお楽しみいただきたいと思います。その森田さん、はい、試合中の3回にはグラウンドからバズーカタイムのお手伝いをしてくださいます、はい、そのバズーカの中にこれが入っているってことですね。どうぞご期待ください、そして試合後にはグラウンドで撮影会もありますが、こちらは CD 予約券を購入された方が対象となっています、ボイメンさんの撮影会は午前中にもボイメン特設ステージで実施していましたが、あ、やってたんだ、その時は浴衣でした。試合後はボイメンの衣装ユニフォームとのことです。どうぞお楽しみに。はい、はい、私たちチアドラゴンズも試合中の7回ラッキーセブンダンスから浴衣で登場します。また本日試合終了後にはボイメンステージにてチアドラゴンズのダンスパフォーマンスを約20分間開催します。浴衣といえば盆踊りなのですが、24日日曜日の試合後になんとグランドにて郡上踊りをやってしまいます。当日はグランドウォークやキャッチボール企画、そしてスカイロールショーがあるのですが、その後ライト側外野グランド付近に櫓を組んでグランドウォークに参加していただいたお客様向けに郡上踊りを開催します。本格的に郡上からお囃子歌い手踊り子さんもお越しいただき実施しますのでお楽しみに。グランドウォークへの参加条件は当日の座席番号抽選だけでなく浴衣着用皆様に降りていただく予定なので、せっかくなのでスタンドからではなくて浴衣を着て名古屋ドームへお越しいただき、グランドでの郡上踊りに参加してみてはいかがでしょうか。はい、名古屋ドーム初めての試みとのことなんで、はい、だいたいあそこに櫓を組むこと自体が想像できないんだけどねどうなるんですか ね。楽しみですよね、はい、あとさっきからちょっと気になるんですけども、つば九郎のグッズであんなのあるんですね。それなんですか、帽子どれですか、照明のメガネかけてらっしゃる男性。ほんとだ、公式グッズですか、帽子ですか、面白いですね、ちなみにおいくらぐらいするんですか。あ、全然聞こえないけど、まあそんぐらいですか。なるほど、3000円3000円するのそれ、いいビジネスしてますねマジか。え、なんかこういうのドラゴンズもあったらいいなと思ったりしてね。あ、そんなこと言ったら隣にすごい方いるじゃないですか、それでもオリジナルですよね。ですよね、最強のドラゴンズファンって言われてる方、去年全試合見たっておっしゃってました。すごい、すごい方、今年も全試合見てる。なんか J スポーツとか中継とかで見てるとよく映るでしょ、あの方すごい方なんですよ。ぜひ一つよろしくお願いします。こうちゃんでしたね、こうちゃんさん、よろしくお願いします、はい、さあ、じゃああと1分ぐらい待ったな。はい、1分、今日のじゃあリッキーのダンスの見どころ教えてください。見どころ、はい、今日も元気に頑張ります。はいなんかでも2016年ちょっとナンバー変わったりしてさ、はい、いろんな、だってバトンやってる子いたり、なんか回転して出てくる子いたりするじゃない。そうですね、技が、うん、あれですね、すごいですよね。今日の純喜投手の動きを取り入れてくださいよ。え、こうですか。あ、じゃあなんかの曲の時にお、やっちゃおうかな。それ、内木先生に怒られない？大丈夫？ちょっとなんか、内木先生ちょっとね、いいですか、すっげえ仕方ねえなみたいな顔してたね可能だったじゃ、はい、できそうで、はい、そのあたりもぜひお楽しみにということです、はい、さあというわけで、今日は龍神祭2日目、たくさんの方にご来場いただいてます、ありがとうございます。ドラゴンズファンの皆さん、熱い応援をぜひよろしくお願いします。僕も今日精一杯コールさせていただきます。勝ちましょう。ヤクルト今日は飲ませていただきます。というわけで、この時間は魂込めてもろもろコール、ドラゴンズナビゲーターの長谷川匠とチアドラゴンズアシスタントはチアドラゴンズ2016に来たけれながお送りしました。ありがとうございました。たまには本気でやってみましょうか。流行ネーション。